スカルプ D プレゼンツ川島明の寝言。こんばんは、麒麟の川島明です。この番組では気持ちよく月曜の朝を迎えてもらうために日々の疲れを洗い流すようなトークをゆるりとお届けします。パートナーはお風呂上がりはびちょびちょのままベランダに出て頭の上に生ダコを乗せてハンギョドンのコスプレ、ここが私のアナザースカイ、こちらの方です。あー気持ちいいドン。いやーこれは捕まる可能性もあるけどもうたまらんドン。どうも俺はサンリオだ。どうも天心半太郎です。天心半太郎さんです。よろしくお願いいたします。そして本日のゲスト2度目の登場、こちらのガンビです。こんばんは、影山雅です。はい、今日はセンター分けにしてきました、影山タバヤンです。タバヤンです。タバヤンと松田、本当に久々に、はい、さあ来ました、影山。はい、春の影山祭り。まさかの。いや、シールを集めてくださいよ。2回目なんですけど、はい、はい、本当にありがたいですけど、ありがたいですけども、はい、なんか1回目と結構あのスパンが短かったので、はい、なんか僕らやらかしたから大丈夫ですか。その逆です。逆ですか、はい、影山としかできないゲームがあるんです。出ました、春ですね。つまり春です。もちろん後ほどたっぷり時間を取ってるんですけども、はい、まあ、前回影山が来てくれた時、はい、天心半太郎さん、はい、まあ、ちょっとウブが発動しまして、いやいやいや、照れてきてないわけじゃない、照れてきてないわけじゃない、電波に声が乗ると、はい、思ってる自分の声と違うということで、いやいや、中学の時カセットテープで経験するやつだ。なんか今経験しない、恥ずかしいと言い出して急遽カエル亭の中野さんにそうそうそう、はい、ピンチヒッターで来てくれたんですけど、ね、まあ、これはやっぱ半太郎読んで、はいはい、やっぱあのゲームやらないと。そうなんです。いや僕だからね、いない時聞かせていただいて、うん、こんな悔しいかと、はい、めちゃくちゃやりたかったです、ね、あのゲーム、あの、まあ、いわば、はい、ギャンブルコーナー、そう、はい、めちゃくちゃ悔しかった、ひりつきたかった、はい、そのいやもうでも半太郎さんだったら、はい、もう心置きなく、はい、僕らも、いやいや中野くん後輩だったの、確かに、中野はんでもう本当そんなことに巻き込まれたくなかったみたいな、はい、終始被害者の顔でやられてたんで、はい、本当申し訳なかったんですけども、はい、まあ、2度目の登場なんですけども、これ何のこと言ってるかと言いますとね、はい、みんなでやったスリルの企画があったんですね、はい、各々が欲しい3万円相当の商品の行方をもうただただくじで決めると、うん、はい、で誰が誰に何をどうしたみたいなボックスがあって、はいはい、その時に出たのが、まあ、増田が川島にシャワーヘッドをあげるというのが出てしまいまして、はい、うん、まあ、シャワーヘッド自身はあれ中野くんでしたっけ、本来欲しかったの。あ、そうですね、はい、本来帰る手の中野さんが奥さんにせがまれてシャワーヘッドというのをその箱の中に入れたんですけども、はい、まあ、何がどうなってひっくり返って増田が僕にシャワーヘッドをくれるという3万円相当の、はい、いいやつですよ、本当に。ちょうど3万円でしょ、はい、まあ、でもこれはしょうがないんでね、スリルだったりするんで、まあ、その逆もしっかりだったりしたんですが、うんうん、はい、その時にですね、はい、中野がタバヤンにホテルプラス朝食いくら丼をおごるみたいなのを引きまして、はい、結局タバヤンが、はい、そうですね、中野にホテルの宿泊費と朝食いくら丼を、はい、奢ってもらった奢ってもらいました。すごいことだ。いや、これはガチじゃないとダメなんでね。まあ確かに、そりゃそうです。そうだったんです、はい、うん、で今手元の資料があるんですけども、はい、本当にこれを、2人で遂行されまして、はい、その時のタバヤンの X のつぶやきですね、はい、川島さんのラジオで新スリルをして帰る亭中野くんからホテル一泊を勝ち取ったので連れてきてもらいました。朝食バイキングのいくら食べ放題が楽しみすぎる。チミ楽しみ、いや、チミよ、そりゃ。それはもうイーロン・マスクが管理してない。いやいや、通りました、通りましたか、見てる、全部閲覧してるはずよ。ほんま、楽しみが、楽しみ、ホテルの前で手を広げる、中野さんの写真、写、うん、ってる。で、その後ですね、うん、数分後には、今からお風呂だおうと。だお
ダホえこれ2000年の2チャンネル違う違う2024年の X 本当 X ですよ別にキーバンゲットとか書いてないよ古いホームページ2人のツーショットがあったり、はい、まあ2人ともこうホテルをね、うんホテル内のバーを堪能したり、うん、結局これ2人で行ったんですね、はい、タバヤンと中野でね、そうですね2人きりで、うん、2人きりで他をそのパートナーを連れてこず、うん、これどこや東京やったっけ、そうですね豊洲の、はい、あじゃあまあ海が綺麗な本当にいい景色の夜景が在住のおじさん2人が豊洲に2人泊まってでバーも行ってウイスキーをねチューリップグラスで飲んだりそうですね、朝のイクラのためにみんなでね、はい早めに寝るをとかね、うん、言ってるんだ明日の朝食バイキングのために寝るをおやちゅみ寝る直前までなんかもう二人で語り合ってるもんねある程中野さんからの報告は、はい、朝食を楽しみに就寝おやすみたまんねえわとつぶやいてタバヤンは目を閉じたもうだってもう幸せが確定してたから、ね、それは嬉しいわ、まあ、いくらバイキングなんだやっぱ、はい、それはタバヤンの理想だった、ね、二人ともなんですけど、はい、なぜかこう朝を迎えた写真も一応通称上がってるんですが、はいはい、なぜかこう二人とも頬をあからめたいやいやえあれえ本当に睡眠を取ったのいや何をなんかタバヤンの髪の毛いつも以上に乱れてる写真あるけどなんかえ 5のままいやいやまあそういうのがあって、ね、ちゃんと念願のいくらかけ方でモーニングを楽しんでくれた、うん、食べたんだね、まあ中野をちゃんと誘ってあげたというのがね、はい、非常に良かったすごい語り合いましたね語り合いましたね、はい、お風呂で2時間語り合いましたはい、露天風呂ついてるんですよすごいね大浴場にめっちゃいいホテルだ、いいなずっと入れるって言って、うんはい、めっちゃいいねほんまにこの東京にいるけど豊洲とか東京に泊まるのはやっぱいいプランですねめちゃくちゃいいですこれあの普通にプレゼントとかであげたらめっちゃ喜ぶ、うん、いやほんまは普通にプレゼントつもりやって中野誘うからや中野くんと小旅行みたいな感覚で、うん、贅沢だそうやな、はいこれに向井さんはちょっと半太郎参加できなかったっていやこれが本当にマジでめちゃくちゃ悔しいもうやりましょう野球やりましょうよ増田とやっぱホテル泊まりたかったよな半太郎もやっぱもうちょっと違う違うなんかやっぱちょっとワクワクしてるよね違う違うそういうことじゃないのよ今日も入れますかホテルいや入れてもいいんですよもちろんもちろんいいし半、はい、太郎さんは今日気合入ってますからね、はい、入ってますもう髪の毛見てください、はいあん時の小林健太郎ぐらいそうですね、はい、小林健太郎ソロライブぐらい決まってますよポツネンよりポツネンです、はい、分厚いんだよ DVD 入らないよなんかケースがカチカチしてて収納に入らない小林健太郎さんでかいケース世界観がすごい、はい そ, うですね、それぐらい今日気合いしこれは本当にラーメンで撮って寝言スカルプ D プレゼンツ川島明の寝言この番組はスカルプ D の提供でお送りします。皆さんは鏡の前に立った時最初に気にする体の部分はどこですか？髪型が崩れていないかと髪を気にする方が多いのではないでしょうか。髪は男性の印象を決める大きな要因の一つ。より良い髪を育むためには髪の毛そのものとその土台となる頭皮を毎日ケアすることが大切です。スカルプ D は髪と頭皮をケアするシャンプーとコンディショナーのブランド。富士経済調べのメンズシャンプーリンスのメーカーシェアで2009年から14年連続売上ナンバーワンを獲得しました。髪と頭皮をケアするスカルプ D で毎日のヘアケアを始めてみませんか？詳しくはスカルプ D で検索。スカルプ D プレゼンツ川島明の寝言。スカルプ D プレゼンツ川島明の寝言。スカルプ D プレゼンツ川島明の寝言。麒麟の川島明です。天心半太郎です。影山の増田です。影山たばやんです。今日はこの企画をやります。天心半太郎お引越し記念、あのスリルをもう一度。
よいしょ、ありがとうございます。お引っ越し記念、はい、引っ越し記念でございます。、はい、前回の影山出演時には増田さん考案のゲームスリル、これを番組で改造しまして4人用のスリルとしてやりました、はいはい、めちゃくちゃ盛り上がったんですが、はい、半太郎さんはその時いませんでした。いなかったんです。ラジオの前で歯がゆい思いをされていたと、はい、ただですね、半太郎さん目黒から目黒大豪邸へお引っ越しということでございまして、すごいですね、目黒すぎて目白って噂もありますけど、ないよ、黒が田中角栄か天心半太郎か、いやそんなことね、それくらいのレベルになりました。ないやっぱ引っ越し祝いをねやっぱあげたい俺は、はい、ねやっぱりもう東京でもう、はい、もう一花咲かしてるんですけど、はいはい、生活のランクをアップしていただきたいんですけど、ありがたいです。ただただ渡すには私も恥ずかしい、なんでやねん、なんで恥ずかしい、恥ずかしくはないでしょ、そんな何か渡してるとこ見られたら仕事が減るか、別にフロン交際、いやいや、ツーショットご勘弁、いやどこがやで、何回も取られるやつ。後輩からもなんかね引っ越し祝いってちょっと渡しにくいよね、なんかね、まあ、何が欲しいかも分かりません、そうですね、はい、こんな持ってるわとか言われてもね我々も嫌です、いや、はい、本当そうですよね。ということで、はい、引っ越し祝いを記念しまして、はい、ルール説明、我々の前に今4つの箱があります、はい、それぞれに誰が誰に何をどうすると書いてあります、はい、誰がの箱には4人それぞれの名前、うん、川島、半太郎、タバヤン、増田と書かれた紙が、うん、まあ、より4枚入ってますね、はいはい、続きまして誰にの箱にはその4人の名前に加えて、うん、リスナーと書かれた紙が入っています、はい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 、何をの箱にはそれぞれの今欲しいもの、はい、これ今からガチで入札します、はい、はい、この紙が入ってきます、はい、そして今回どうするの箱、これが一番重要なんですけど、はい、どうするの箱にはあげる、もらう、うん、アントニオ猪木みたいに言う、一個、うん、みたいに言う、絵に描いてあげる、この5パターンが入ってる。すげえ増えてる、増えてんすよ、はい、ちょっとだけ5パターン、はい、あげるもらうがやっぱ一番でかいんで、うん、はい、5分の2でその何かやり取りが生まれるようになりました。確率ちょっと抑えたかな、そうですね、だけどちょっとやっぱ今回2回目なんでおそらく俺は額上げてくるんじゃないか、なるほど、額の分なるんで、はい、リスナーの皆さんにもこれドキドキチャンスを与えたいということで決めていきたいんです。ただですね、まあパターンによってはですね、半太郎がリスナーにシャワーヘッドをもらうとか出ちゃう、はい、そので、はい、リスナーからシャワーヘッドもらうんかってこれ無理なんで、はい、これに関してはもうノーゲーム、うん、リスナーから何かをあげるということはない、はい、リスナーに我々が何かを与えることはあります、はいはいはい、ということでございまして、まあやりたいんですけど川島からのチャンピオンベルトをちょっと返したい、はい、これえどういうことですか、え何ですか、さあえ持ってきました、はい、えこれは前回増田にいただいた、はい、リファの、はい、高級シャワーヘッド、はい、新品の状態で持ってきました。どういうこと、キャリーオーバーっていう、これはもうチャンピオンベルトとして私今あの、はい、いいシャワーヘッド持ってますので、同じやつ持ってるから、はい、ちょっとこれ開けずに言いました、はい、デッドストックというところを証明するために、はい、増田の手紙もそのまま入ってます、はい、手紙添えて、手紙、はい、この度ラジオありがとうございましたとか、はい、でほんまにこれはガチでプレゼントしますっていう手紙、はい、手書きでいただきましたけど、はい、私はこれ一切開けておりません、はい、なので今回、はい、何用のとこにこれを入れさせてください。なるほど。ああ。だから、そうなると、増田にとってはこれ大チャンス。はい。あ、戻ってくる可能性。もちろん、もちろん、もちろん。自腹で勝ったという。でかい、でかい。確かに。もちろん、はい、タバヤン、ハンタロウ、これが行く可能性。いや、いいですよ。ちなみに、ハンタロウさん、シャワーヘッドはいいの？シャワーヘッドはいいの？え、全く使ってないです。もう本当に、備え付けのやつをずっと使ってたんです。ホース。ホースな、わけないだろ。備え付けって言ってんだろ。昭和の犬みたいに。昭和の犬みたいに。あの、チューってね、チューを細めるので精一杯。いや、精一杯じゃないよ。普通のシャワーヘッドだけど、いいのは使ってたいから。オッケー。はい。これはいい。これはいい。腰弱いよな。はい。これがでもリスナーに行っちゃう可能性ももちろんあります、ね。確かに。そうですよね。ここに何をのとこに入れさせてもらいました。はい。うわ、これマジで心配。ありがとうございます。よしよしよし。さあ、はい、ここからが重要です。はい。何が欲しいんですかっていう話。そうですよね。そうなんです。額ももう今回は上限なし。はい、別に、逆に1000円でもいいんだから。ああ、そうか。ね、そうですね。本当に欲しいもの、本当に欲しいもんで、自分が1000円プレゼントする形になるかもしれないから、はい、もうそれはリスク、はい、ね、ヘッジを回避していただきたい。はい。それでは、タバヤン。はい。タバヤンの理想のもの。何が欲しい？僕は、
朝食カニ食べ放題のホテル一泊。あーやるカニか。あるね。カニ行きたいっすね。はい、あるの。あ、でも時期によるっぽいんで、ちょっと一回もう一回調べ直して。まあまあでもあるやろな、はい。ありますね。北海道とかやったら絶対あれ、うん。北海道いや、朝食でカニやもんな。北海道。そうやね。だから、富山、はい、福井。ああ、確かに、北陸。金沢。はいはい。あ、そこまで行けばあるか。鳥取、島根。あります。うん、日本海側。日本海側です。ありがとうございます。これ前回の流れで言うと、タバヤンのやつ、はい、あげようかもらおうが、そいつと一緒に行かないペアだね。ペアだね。どうせ。どうせ。怖いでしょ。いや、皆さん忙しいのに。忙しい。一泊ですよ。鳥取一泊の可能性あります。そう、あります、あります。で、体ほてった状態で、朝を迎える。最高だぜと呟いて。カニ食べ放題。はい、なるほど。これ、なんぼやろな。カニ食べ放題ついたら4万、3万はするよな。するでしょうね。普通に考えたら。いいとこですね。いいとこだ。やっぱり海鮮が好きなんだ。そうですね。やっぱ海鮮の食べ放題したいな、やりたいですよね、はい、前回も王者ですからね、うん、ありがとうございます。増田、はい、さあザ・スリル増田、僕ちょっと今2個書いちゃって、うん、ダメですよね、1個ですよ、ルールは1個、どっちかに皆さん話し合いで決めたいなと思ってる。いやいや、お前が欲しいもんや、はい、両方欲しいです、はい、まず1個電動自転車、え、あ、高ない、いや高いやろ、5万ぐらいするやろ、はい。まあ、いいやつ。最低でも5万くらいするよな。安くてそれぐらいやろ。はい、あ、10万からですね、多分。え？え？あ、そんな普通に、そこそこちゃんと乗れるやつだったら。はい。10万？全然でも安いの大丈夫。いや、安いのでも10万やろ。中古でもいい。中古でもいい。中古でも、はい。電動自転車。はい。リスナーに行く可能性もあることは忘れないでください。そうですね。リスナーに電動自転車。俺は電動自転車持ってない。はい、だ僕も持ってないです。欲しいですか、皆さん。あれば助かる、うん、ですよね、はい、確かに新しく引っ越すところは駐輪場があるから、はい、あ、じゃあもう登録しといたらいい、はい、駐輪場使います、まず1個希望それで、はい、でもう1個が、はい、これがちょっとものじゃないんですけど、うん、アムアムワールドの、うん、僕ら YouTube、はい、アムアムワールドやってるんですけど、そのイベントに出るっていう、え、はスリルライブに出る、はい、川島さん、もしくは半太郎さんが、え、で、出なきゃいけないという。電動自転車2台にしてくれ。何そんな出たくないです。そんなんさ。いや、違うから。そんな出たくないです。いやいや、出たくないんじゃないの。そのなんか、いや、このスリルに、そのなんか、市場が一滴入っただけで。次に繋げようとしてる。そうそう。あ、ちょっと違います。リスナーが出るのって話です。リスナーかわいそうよ。確かにそうです。それも、あ、完全に川島さん狙いで、半太郎が出た時に、へーんってなるの分かってるやん。いやねん。そんなことない。それはない。へーんって言うし。そんなことない。へーんってお客さんが。やめてよ。じゃあ、あの、電動自転車で。やるね。最低でも10万やで。いや、これはちょっと上やったな。まあまあ、ガチ。はい。これは何や、カニのホテルと電動自転車。で、川島。はい。俺はもう、半太郎にほんまにこれをあげたいもん、書いて。はい。はい。はい。引っ越しですから。趣旨分かってる？はい。そうですよ。にあげたい。そうですよ。そうですよ。食べ放題も僕あげたいですよ。スマートスピーカー。はい、スマートスピーカー。いわゆる、アレクサ、なんとかしてとか。はいはいはい。ああいうのがあるんですけど、はい、あれ、おそらく、アマゾンさんとかで5000円、6000円売ってんだけど、はい、その、スマートスピーカーの、スピーカーの部分が、すごく、今、発達してて、ボーズとか出てるの。あのスピーカーの、まあ、超一流企業、ボーズさん。はいはい、ボーズさん。が出してる、はい、ポータブルスマートスピーカー。はい、4万7000円。うわぁ、いや、マジか。これも、Bluetooth も繋がるし、はい、Wi-Fi も繋がるし、僕、なんか、いただいてスマートスピーカー使ってんだけど、はいはい、めちゃくちゃ便利やねまず。使ってる、まず。いや、ノイズ、ノイズ。もう、エアコンもテレビも家の照明も全部これで、おはようっつったら電気つくし、はい、エアコンつけて何度とか言ったらやってくれる。すごい。テレビ消してとか言うてもいい。だからもう寝落ちしそうやなっていう時にもうボソって言ったり。はい、ああ、そうか。勝手に消える。もうだから今、アレクサなしの生活がもう、わからない。何もできない、ホテル行ったら。そこまで。うろうろ。スイッチさ、アレクサ。カード抜いて全部の電気消して寝てる俺は。怖いの、あれ真っ暗になるから怖いです。そこまで。これめっちゃいいの。それだけでもすごいけど、ちょっと坊主さんの、
スピーカーの性能を乗せると、はい、向井さんも、まあ、アニソンとかもめっちゃ好きですし、はい、そうですね。テレビとかも全部つなげば、うん、もう大音量、めちゃくちゃいい質で音楽とアニメ楽しめます。すげえ。なので、マジで引っ越し祝いとして4万7千。うわー、嬉しい。4万7千に書き換えた。うわー、はい、ガチよ。はい。ガチだ。俺はこれ持ってるからな。うわ、ちょっとありがとうございます。ほんまに。おめでとう、引っ越しな。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。これ確実にもらえるんじゃないんですよね。違うんですよね。もちろん違う。リスナーの方もこれ行くかもしれない。そうですね。主役の半太郎さんが欲しいもの。そうですね。こいつはちょっと前回休んでるんで、火つきたいと思う。はいはいはい、僕やっぱ引っ越し祝いということで、まあ最近料理するようになって、やっぱ引っ越し先リビングがちょっと広めなので、そこでやっぱ使いたいということで。リビング？はい。バルミューダの、すごくいいホットプレートが。ああ、はい、出たんですよ。出ました、出ました。はい、分厚い鉄板で。あ、はい、はい。肉焼くやつ、はい。そうです。ライブキッチンさながらの。それプラス、はい。これプラスアルファっていうのが、付け替えるのがあって、はい。そうそうそう。ちょっとね、側をつけるような鉄板や、あと、たこ焼きができるような。あ、そのオプションね。そうです。なるほど。オプションがあるんです。あ、これを鉄板2枚込みでトータル5万8千円です。うわはい。うわ、これは、本気ですね。これは本気です。めっちゃめちゃいいやつや、ね、めっちゃいいです、これは。本当に欲しいやつ。5万8千円。はい。これは。リスナーに当たった場合は、10名プレゼントですかね、それ。はぁ、あ、言うの忘れてるけど、全員10名プレゼント。10名やばい。やばいです、やばいです。カイジの終盤やん。なあ。言うの忘れた。ルールの抜け穴やばい。ちょっと待ってくれ。おぉ。まあ、1名にしときますけど。1名ですね。はい。これは、やばいです。これはちょっとやばいですよ。いや、前回よりはるかに、額は、ちょっと上がったんじゃないですか、ね、めっちゃ上がった。はい。でもほんまに欲しいもんやし。うん。はい。うんうん。そうですね。しゃあ。箱に入れたらエントリーとなります。今ならまだやめられます。うわ、怖い。聞き返してもいいです。最近の面白かった話を皆さんであと40分してもいい。いやいやいや。それ、よし、入れろ。よっしゃ、入れた。よっしゃ。全員が入札。よっしゃ。入った。オーケー、これか。うわ、怖い。4人のそれぞれ欲しいもの、そして今回はリスナーが出るのかどうか、ガチなんで全く分かりません。はい、じゃあ、ハンタロウを引いていいよ。いいですか、誰がは。誰が、はい、お願いします。ノールックで。よし。一律切り。違う、こっちだ。これよし、よし。さあ、持っといてください。はい。そして、誰によ。はい。食べやん。あ、ありがとうございます。今回先に一回引いてみよう。なるほど。なるほど。ああ。うわ、こわ。なるほど。わ、これ。うん。とりあえずここで名前出ないとな。はい、よし。僕、はい。何をでいいですね。松田何を、松田の何を。松田の何をか。松田の場合、爪で後つけてる場合。やめろや、そんなことじゃない。大事。はい、寒すぎる。どうするか一番でも激安やからね。そうですね。はい。ここは5分の2、はい。ものの動きがあります。はい。チータ。よし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 。行く、はい、はい。それでは、ハンタロウから、行きましょう。誰が、はい、まず、これこれこれ。タバヤンが、うわ、これどっちの感情でいればいいの。タバヤンが、はい、出ました。タバヤンがもう早速エントリー。そしてそれでは誰に。川島さんに。おお、タバヤンが川島さんに、はい、入ったかー。どうだ。さあ、物は何だ。はい、いきますよ。リバーのシャワーヘッド。それもうこれまさかの、まさかの。もうこれはどうするんですか。あげるやったら、はい、もうそのまま俺がマスターカーテツあげられる。ただもらう、俺がもらうだとタバヤンがリファのシャワーヘッド俺に買う。もう買われてきない。相当のシャワーヘッドないですよ。今あるのを使うとキングギドラ状態。そうですね。ケルベロス。うわ、まずい。さあ、あげる、もらう、モノマネをする、どれが出てます。もう引いてます。そうですね。じゃあいきます。どうする。どうだ、どうだ、どうどうだ、どうなる、どうなる。絵に描いてあげる。絵に描いて。整理します。はい、タバヤンが川島明にリファのシャワーヘッドを絵に描いてあげる。ああ、ありがとうございます。ああ、ひりついた。いやー、怖い。ここは見てるだけでもひりついたのに。ドキドキしますね、よかった。シャワーヘッドの絵を描くんだ、タバヤン。絵を描いて。じゃあ絵を描いて、これは、これちゃんとあの本社に預けた。しっかり描いて。ちゃんと水彩絵の具を使ってるね。才能ありな。ちょっとめんどくさい。うわー、でも
ちょっとリファのシャワーヘッドって出た時にちょっとホッとした自分もまあね、今までの金額の分かれ3万やでこれ3万で一番やもん、一番安いんだって。ここで一個提案なんですけど、はい、絵に描いてあげるはもう捨てませんか。ちょっと待ってください、マジっすか、捨てるんですか。ほんまおもろ MC や、やばい、たまらんですね、冷めますもんね。もう一回出てもな、そうだね、そうだね、ラジオショー全員が今一気に水を飲む、やるんやうわよろしいですか、はい、今手に書いてあげるわ、はい、吐きで、はい、うわやぶった、やぶれた、はい、これがスリルですよ。すごいな、はい、いやすごいスリルよ。いいよね、はい、2回戦いきましょう、はい、今回どうするはもうね、はい、2分の1で何かが動きます。はい、じゃあ僕が誰がを引きます。はいはい、じゃあ半太郎誰に、はい、タバヤン何を、マスダどうする、はい。じゃあ行きましょう、はい。はい。もうあえて混ぜない。なるほど。はい。リスナーが出ないですよね、俺ガチガチに。そうですね、5分の1。行きます。じゃあ川島の誰が、はい、影山。影山。マスダ、よっしゃ、来た。マスダのスリル。エントリーしたぞ。エントリー。マスダが。そうですね、マスダが。これがやりたい。はい、名前出ないのも寂しい。そうですね、そうですね。やっぱ出ないと始まんないんで。はい、マスダが、誰に、誰にドン、天津飯太郎。よし、うわ、これマジですごい。引っ越し祝いの完全ガチやのに。はい、よし、マスダが、天津飯太郎に、さあ、出るか、バルミューダ。来い、バルミューダ。電気自動車出るか、バルミューダ。自転車。スマートスピーカー、お、ああ !4万7000円よっしゃ、欲しいやつ、これでもほんまにいいよ、はい、はい、これはいい、これ僕も欲しいですね。持ってないもんね。はい、もちろん持ってない。これほんまにすごい。めちゃくちゃ欲しい。よっしゃ、これよし、ここ。リスナーが出ないガチ感。よし。マスダが天津飯太郎にスマートスピーカーをあげるが出たら、はい、まあ、マスダがもうマイナスですよね。はい。もらうが出たら、俺があげるという。あげる。マスダの勝ち。すごい。さあ動くんでしょうか、モノマネもある。さあどうだ、あげる、来い、もらうっすね、もらえばいい、もらえばいい、もらえばいい、あげる、もう、あげる、来い、あげる、来い、もう、絞って、絞って、もう、もう、もらえ、もらえ、スマートスピーカーをもらえ、よっしゃ、さあ、よっしゃ、倒れた、倒れた、よっしゃ、絞ったのやばい、もう4万7000円のスマートスピーカーゲットすごい、よっしゃ、プロム天津ハンタロー、引っ越しおめでとう、おめでとう、与えるタイプだ、おめでとう、与えるタイプだよ、ないだろ、ないだろ、祝いで、祝い差し上げ、4万7000円、これほんまにええのよ、生活変わるよこれ、でっかい、スマートスピーカー勝ちやな、はい、3万のシャワーヘッド取られたけど4万7000のスマートスピーカー勝ちです。17勝ち、そんなのしっかり新居に持ってきます。あのスピーカー、はい、ちょっと、ちょっとだけ使わせて、なんでちょっとだけ使わせて、いいかお前、良さを、あれ声の登録とかせなあかんから、あ、そうなんです、ね、登録だけ、ハンタロの、なんでじゃ、なんで俺が行かない、マスダの家で動いた、すごい、これはすごい。嬉しい。4万7000円が動きました。嬉しい。早く。時間的にあと2、3回はできそうだ。手が荒れてる。やりましょう。最後、半太郎さんが今スマートスピーカーをプレゼントするという素敵な時間が流れております。続きまして、タバヤンが誰が、はい、あ、はい、マスダが誰、はい、僕が何を、半太郎はどうぞ、はい、さあ引いてください。どうぞどうぞ。はい、が引きます。ガチンコガチンコ、これはうわ、変えようかな、これにしよう、いやこれ変えた変えた変えた、変えました、リスナーにも出てほしい、そうですね、そうですね、確かに、確かに、行くか、はい、はい、じゃあ誰がの方、はい、行きます、ババヤン、はい、怖い怖い怖い、行きます、はい、タバヤンが、タバヤンが引いた、はい、タバヤンが自分を引いた、これはマジガジなんで、はい、さあ増田は誰に、天津半太郎さんに、今流れ来てる、天津半太郎 VS 影山 VS 半太郎、こんなことあるか、こんなことあるか、集中攻撃、集中攻撃してる、いきます、川島は何を、リファのシャワーそっちの流れ
めっちゃリファのシャワーヘッドで。出ますね。いや、でも欲しいから。でも欲しいよな。欲しい、欲しい。タワヤも欲しい。お互い、お互い欲しい。さあ、あげるのかもらうのか、それともモノマネをするのか。よし、でかい。もう引いてます、半太郎は。よし、行きます。行こう。こちら、ダン一個みたいに言う。タバヤンが天心半太郎にリファのシャワーヘッドと一個みたいに言うです。それでは、はい、ミッション執行していただきましょう。お願いいたします。リファのシャワーヘッド引っ越しおめでとうございます。おめでとうございます。何にも言わないです。何にも言わってないです。ここからは声が引っ越しますね。いやいや違う。なかなかやらないよ。やらないじゃん、そら。デパートにないんだから。やらないでしょ。ね。いや。しびれたな。しびれましたね。しびれますよ。1個抜きますか。うわー。やばい。どんどんもう。やばいやばい。よっしゃ、おもろいな。もう。これどうしよう。ラストします。ラストやな。時間の。ラストか。じゃあもう1個抜きます。はい。やべえ。もう。あー。たまらんな。引っ越しってたまらんぜ。そうなんですね。あとリファのシャワーヘッドがたくさん出たので、はい、これは抜きます。あ、なるほど。リファさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。これ別にリファさんにもらった。自腹でにマスターが勝ったやつ、ね。はい、そうですね。さあ、4度目。これはラストですね。はい。ほんまに7回連続リスナー出てない。ガチすぎ。いい加減にしろよな、ほんとに。出る出るって言ってんのに、嘘ついて、みたいな。ありますからね。ほんとにありますんですよ。はい、2に入ってるんですよね。はい。さあ行きましょう。それでは、誰がは、そうか、マスだよね。はい。誰2位が僕。はい。何だろうが何位よ。最後はタバヤ。どうする、はい、わかりました。頼む。すごいね。めっちゃ引く。出てない。うわ、もう、そうか。もう引くしかない。するは3分の1なんですね、もう。そう、やばいっすよ。マジで？もうここはもうちょ、でもモノマネが出てももう取り直さないですからね。はい、もうこれは、ね、なるほど。そうですね。ガチ。頑張ろう。エントリーされたいです。はい、最後やったらどうせだったら、はい。そうですね。そうですね。どうせだったらエントリーされたい。はい。それでは、はい。増田、いきます。川島明さんが、なるほど。エントリー。よしよしよし。川島明が、が、が、はい。誰に。誰にはないでしょう。来い。エントリーしたい。エントリーしたいですね。リスナーの皆さんもドキドキしている。さあ、出るのか。うわ、リスナー、うわー、ついに、リスナーに。ついに来た。これちょっと待って、意味わからんで、俺、自転車。電動自転車。まあもう、でも3年やらせてもらってもな。なんかやるよな。確かに。来るぞ。これは、お祭り。じゃあ行きます。じゃあ、物を教えてくれ、物。何を。こちら。バルミューダのホットプレート。5万8000円。うわ、これはみんな喜ぶ。これは。はい。3分の1やな、はい。もうだから、もらうが出ちゃうともう終わりやから。あ、ね、げるやったら俺がもうリスナーにくれたよ。そうですね。もう一個猪木があるんで。はい。もうこれだけ。ガチでいきます。はぁ、ガチでいこう。よし。あげるだとプレゼントだ。あげる！皆さん、バルミューダホットプレート5万8000円相当プレゼントです。おめでとうすごい、はい、いや、よく引いた。いや、よかった。あ、よく引いたな。あげるわ。よく引いた。すごい。言われてた通り10名様言ってたのに、そんな10名あげるから俺が届きに行かせてくれ。一人一人死ぬまで使えよ。顔見たいですもんね。頼む、知ったのから大事に使ってくれ。転売だけはやめてくれ。いやー、もうこれはプレゼントですね。はい、これはすごい。川島明からリスナーにバルミューダホットプレート。スカルプティーの提供やねん。なんでバルミューダのホットプレートプラスアルファ。たこ焼きプレートもつけます。はい、うわー。5万8000円相当。リスナーにプレゼント。いや、すごい。これは見事。マジマジ。しゃあない、しゃあない。これは。しゃあない。いや、よかったですね、リスナーが出ましたけど。うん、いやー。危なー。いやー。まあまあ、でも、猪木のモノマネ出たけど、俺どうしようもない。受けることないやろな、ちょっと緊張しました。緊張しましたね。よくあげるおじい。よかった。いやー。すごい。いやスカルプ D プレゼンツ、川島明の寝言。
皆さんはご自宅のシャンプー、どんなものを使っていますか？男性の髪の悩みは千差万別だから、自分に合ったシャンプー選びが大切です。頭皮のベタつき、匂い、フケやかゆみ、髪のボリューム感、髪の毛の張り、腰の低下、スタイリングが決まらない、一つでも思い当たったらスカルプ D シャンプーを検討してみませんか？3つの有効成分配合のスカルプ D 独自の設計で髪と頭皮を健やかに保ちます。さらに使う人の頭皮のタイプに合わせて異なる設計の3種類のシャンプーをご用意。髪と頭皮をケアするスカルプ D で毎日のヘアケアを。詳しくはスカルプ D で検索。スカルプ D プレゼンツ川島明の寝言。スカルプ D プレゼンツ川島明の寝言。スカルプ D プレゼンツ川島明の寝言、麒麟の川島明です。天心半太郎です。影山増田です。タバヤンです。この番組はメンズシャンプーでおなじみスカルプ D さんの提供でお送りしております。そんなスカルプ D について君はどう紹介するか。いやいやいや、天心半太郎からお願いします。生きるかみたいな感じですが、はい、預かりましたので紹介させてください。はい、こちらスカルプ D には3つの大きな特徴がございます。一つ目は髪と頭皮の悩みにアプローチ。アプローチ。フケやかゆみ、髪のボリューム感、頭皮のベタつき、匂い、髪の毛の張り、腰の低下、スタイリングが決まらない、以上の悩みに対して髪と頭皮を健やかに保ちます。はい、ね、お二人も少しね、はい、この悩み当てはまることもあるんじゃないですか。あ、もうめちゃくちゃ。そうですね。うん、前回年なんで、あの、使わせていただいて。あ、いただいたね、これ。はい、なんとか保っててます、今。いい感じに。キープできてますからね。あ、よかった。それ大事よね。はい、そうですね、うん。はい。キューティクルは必要ですよ、これ。ね、髪の毛もね、インパクト多倍もあるし、ぜひ使っていただきたいと思います。はい、そして二つ目、新たなシャンプーの形を採用。こちら、ホルダーにパックを付け替えるだけなので、詰め替えより簡単でございます。そして、エアレスポンプを採用していますので、シャンプーが容器の底に残らず、最後まで使い切りやすいと。これ結構でかいですよね。はい、これめちゃくちゃいいです。うん、そうそう、あの本当にこのパッケージがぬるぬるにならなくてすごい助かってます。うん、そう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 。下が、うん、下の部分がね、はい、下につかないようになってるんで。つかない感じで、はい、そうそう、ぬるぬるにならない。これは本当にめちゃくちゃ考えられたパッケージでございます。そして三つ目は頭皮に合わせたバリエーション。どんな頭皮の人にも合うように脂性肌用、乾燥肌用、超脂性肌用の3種類を用意しております。うん、ぜひこちらも油っぽいな自分はと思ったら、うん、こちら脂性肌を使っていただいたりとかできますので、うん、ぜひぜひ皆さんもチェックいただきたいと思います。はいはい、詳しくはスカルプ D で検索をお願いいたします。それではスカルプ D さんの力を借りて今週はこちらのコーナー、シャンプー中考え中。こういう人はシャンプーをしているときにこんなこと考えてそうというのを勝手に想像して送ってもらうコーナーです。印象に残ったメールを送ってくれた方にはスカルプ D のシャンプー&コンディショナーボトルのセットをプレゼントしますが、どうしましょう、今日の MVP にも。もうバルミューダ。え？え？ちょっと待ってください。ホットプレート。じゃあ俺のあげないといけない。はいはい、いや、もって言うと言い方が良くない。はいはい、バルミューダ番組じゃないから。そうスカルプ D。そう、スカルプ D さんの。はい、じゃあここでもう MVP に俺のさっきのやつをあげて、うん、もういいのかという。うんうん、MVP ね。ああ、はいはい。めっちゃいいっすね。はい。それいいんであれば。ではもうプレゼント。こっから読まれる方。激アツということで。うわ、とんでもないスペシャルウィーク。これはいいんじゃない？これはね、はい。ちょっと今回送ってくれた方ラッキーだと思いますので。そうですね。すごい。よろしいですか？はい。それではどんどんメールを紹介してまいります。ラジオネームパン佐藤パンさんからいただきました。野球をよく知らない人がシャンプー中考えてそうなこと。オープン戦ってのはやってんのに、開幕はしてない。え、トンチ？そうですね。オープンって言ってますからね。開幕の回。はい、え、これ何？大谷さんは今何？今ね、あ、関係ないんだっていうね。開幕我々は好きだからよくわかんないけど、はい、オープン戦っていうのはまああくまでもまだ公式試合ではないという。わかんない人からすれば、ね。わかんないよね、うん。埼玉県ラジオネーム、うさ。久しぶりに傘を使った人がシャンプー中考えてそうなこと。傘を開くときのボタンって、トウモロコシの粒と同じ形だな。
確かに。かわいい。そうやけど。かわいいね、なんか。今ひらめきましたね。よく気づきましたね、これ。確かにね。ラジオネーム、コンパン。街の時計屋さんがシャンプー中考えてそうなこと。結局、携帯で時間見ちゃうよな。本人も思う。本人も、そりゃそうっすね。あ、そうなんだ。いや、まあまあ、そりゃそうっすよね。悲しいっすね。辛いしね。まあまあね。大阪府ナックルボール。寝ようとしてた人がシャンプー中考えてること。睡眠用 BGM 動画の途中に広告入れるかね。しゃあない。しゃあない。そういう心配。寝ようと思った人がシャンプー中。どういう状況ですか。ラジオでもタッキー&与沢。前田敦子さんがシャンプー中に考えてそうなこと。金太郎はなんで言い訳メイビーの衣装でフライングゲットを踊ってるんだよ。どう思ってんだ。あれ確かにね。言い訳メイビーだよ。あれ確かにフライングゲットではないから。違いますよね。違う。ずっとあっちゃんは思ってるわけ。違って、なんでだ。卒業の挨拶とかどうでもええねん。あそこ、あそこはいいんだ。あれ言い訳メイビーやねんけど。衣装やねん。何をやってんねん、あれ。いいとこついてますね。はい。東京都ラジオネーム、春。ダイアン・ユースケがシャンプー中に考えてそうなこと。今女子に西沢って呼ばれたら好きになってまうかもな。逆にね、はいはい。そうですね。西沢って言われた。あえてね。僕らは当たり前だけど。今ね。ユースケって、はい。いいですね。さあ、どんどん参りましょう。続いては、ラジオでも転んだ先のセグウェイ。なんかいつもと違う感じの鉄友さんがシャンプー中に考えてそうなこと。スポーツ選手が女子アナと結婚するのに、女子スポーツ選手と男子アナが結婚しないのなんでだろう。確かに。なんでだろう。どんな鉄友さん。最近のって感じよね、なんかね。確かにそういうのも言うんだ。ラジオネーム、さながら魚。トトロのおばあちゃんがシャンプー中を考えてそうなこと。え？じゃああのサンダル結局誰のだったんだよ。いやいやいや。まあまあ、マジでそりゃそうね。メイン、うん、いや、よかったからね、忘れてるけど。結構事件よな、あれ。あれだけ浮いてると。誰かはやられてんじゃん。不安になる。えよう考えや。伏線回収してないよ、確かに。ラジオネーム、バックトゥーザ・フォーカッチャさんからいただきました。天心半太郎がシャンプー中を考えてそんなこと。ヤスコが、ほふく前進してる時の床になるために、徳を積んでおくのらー。らーなんて言うか。いや、きついよ。言ってることもきついよ。ゴビの。ゴビの調味料。ラーゴールじゃないよ、これ。いやいや、違うかな。なんで、ヤスコが、ほふく前進の床になるために。徳を積んで、来世はね。いや、来世。来世はっていうことは、ヤスコ結構長寿ですけど。いやいや、そう、長寿でおなじみじゃないだろ、別に。なあ。やすこが動けば俺も床として動くと。いやいやいや、そんな、ラーじゃないじゃん。タバヤンやん。タバヤンの影響する。ラーは。やすこ。やすこはじゃあないんですね。ストライクゾーンに入ってないですね。なんだとそうは言ってないだろ。そうは言ってない。やすこをそういう目で見てる国民、お前だけだ。別にいいじゃない。別にいいじゃない。アーミー仕様になってるんじゃないよ。アーミー仕様。期間限定アーミー仕様ガチャじゃない、あれは。コラボ期間じゃないんすよ。コラボじゃない、あれ。違うんだ。最後まで縫えない、あれは。そうなんだ。ラジオでも時間にルーズソックス。初めてスタバに行った天心半太郎がシャンプー中に考えてそんなこと。フラペチーノを買っただけなのに、店員さん、僕んちゅのこと好きになってたんちゅ。あの笑顔を見たらすぐわかるんちゅ。沖縄やね。どの沖縄やね。なあ。沖縄なのよ。わかるんちゅって。すごいですね、これは。きつい、きつい。いや、きついよ、それ言ってたら俺。きつい。いやいや、わかるんちゅじゃない。わかるんちゅ。いやいや、すごいですね。かわいい。語尾が。かわいくねえだろ、こんなの。かわいい、萌え萌え。かわいくねえだろ。かわいい声優さんにやってほしい。けどな、残念ながら半太郎なんだよ。半太郎だから可愛くないです。18歳の方の作品です。いや、すげえな。すごいよ、この。組織10代。群馬県、ラジオネーム、杏仁豆腐が好きなんださんからいただきました。天心半太郎がシャンプー中関係でそんなこと。灰を巻きながら桜前線と共に北上すれば、花坂兄さんとしてテレビで特集を組んでもらえるはず。天才プロデューサー、誕生おい、
もう嫌や、このコーナー。ほんまに。ついて。なぁ。こんなやつちゃうねんね、影山。俺、こんなやつちゃうねんね。このコーナー嫌だ。プロデューサー誕生。いや、誕生だって言わないよ。なぁ。誕生って言うの。誕生って言わよ。花坂おじさんでもない。花坂兄さんっていうのがなんか嫌だわ。ね、おじさん。もう40超えてさ。いや、違う違う違う。ほんま、こんなやつじゃないから。マジで。予想だから。予想。予想じゃないです。ノンフィクション。じゃあ、そんなわけでな。みんな風呂場で見たって言うねんから。いや、だから、銭湯でこういうこと言うてんの。言ってんか。天井って言うか。わかるんちゅ。わかるんちゅ。言ってほしいな、ちょっと。言ってほしい。ラスト、はい。ラジオネーム藤原元スマブラ参戦、はい。R1 グランプリを見た日の天津半太郎がシャンプー中に考えてそうなこと。町裏ピンク。女体化で検索しても絵描きさんが誰も描いてなくて僕ちんとっても寂しかったにゃ俺も嫌やこの子は性癖五重の塔みたいなそんななるわけないやな、町裏ピンクさん、あの R1 を見た後、町裏ピンク女体化出ます、まだ絵師の方が、絵師って言うな、絵師。まだ絵師、AI すら書いてない。AI 書かないでしょ、それ。ね、本当にモームスにいたらみたいなこと書かないじゃん。やばいでしょう。やばいでしょう。ほんまなんですよ。嘘や、そんな。僕ちんとっても寂しかったにゃ。にゃーじゃないよ。僕ちんも気になるし、きついで。きついでって。いや、だからどんなやつやと思われるから。やめて。引っ越すで、こんなやつが。いやいや、引っ越せばいいや。違うで。ほんまにこんなやつやね。すごいのが。それだけ分かってる。ちょっとええね。まずはですね、スカルプ D のシャンプーなどコンディショナーボトルのセットプレゼントしたい。はいはい、うん。まあ、これに関してはもう、あ、これでも、よかったですね。鉄友さんのやつ。あ、面白かったですね。スポーツ選手が女子アナと結婚するのに、うん、女子スポーツ選手と男子アナが、男子アナって。男子アナって言わないな。男子アナが結婚してなんでらを送ってくれました。うん、ラジオネーム、コロナ先のセグウェイさん。うん、こちら、スカルプディのシャンプー&コンディショナーボトルのセット、うん、プレゼント、おめでとう、おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ川島賞、川島賞でいいですか、もう一応私がお金払うからね。今回。こちら、前田敦子さんがシャンプー中に考えた。金太郎はなんで言い訳メイビーの衣装でフライングゲットを踊ってるんだろう。はい、こちら、盲点だったと思います。はい、ラジオネームタッキー&与沢さん、大阪府の方でございます。はい、バルミューダの。ホットプレートとたこ焼きプレート、川島賞、プレゼント、いやー、でかい、おめでとうございます。頼むからこのオンエア聞いといてよ、急に、ね、突然、ね、突然高級ホットプレート届くから。そうですね、意味わかんないけど。大阪の方だからもうお好み焼きとかも。あ、お好み焼き、たこ焼きも。餃子とかもね、鉄板で作れるって感じです。めちゃくちゃいいやつだから。鉄板で作れるのらー本当のこと言ってるわ、今回だけはよ。ほんまなんですよ。いや、嘘や。引き続き投稿お待ちしてます。シャンプー中歓迎中でした。川島明の寝言。皆さんは育毛剤と発毛剤の違いをご存知ですか？アンファーの2020年の調査では、その違いを正しく理解している人はわずか 6%。 髪の毛を育て抜け毛を防ぐのが育毛剤、対して髪を生やし脱毛の進行を防ぐのが発毛有効成分が配合されている発毛剤です。スカルプ D メディカルミノキ5プレミアムは、発毛有効成分のミノキシ汁を一般用医薬品として国内最大濃度の 5% 配合した第一類医薬品の発毛剤です。さらに3つの有効成分を配合し、頭皮環境を整えながら髪を生やします。詳しくはスカルプ D で検索。この医薬品は薬剤師から説明を受け、使用上の注意をよく読んでお使いください。スカルプ D プレゼンツ、川島明の寝言。この番組はスカルプ D の提供でお送りしました。スカルプ D プレゼンツ、川島明の寝言。スカルプ D プレゼンツ、川島明の寝言。スカルプ D プレゼンツ、川島明の寝言。続いては今週の本望願寺。私の同期で山形県住みます芸人のソラシド本坊から送られてきた近況と、スタッフが調べた天津半太郎の近況を戦わせるコーナーでございます。どちらがよりお笑い界に貢献しているか判定は影山のお二人でございます。はい、ありがとうございます。先ほどのね、シャンプー中考え中の中野半太郎さんが
本当にこれフィクションだったのか、はい、ドキュメントだったのか、うん、これで判定していただきます。なるほど、これは実際の行動を調べてくれる。これはマジのやつ、うん、近況ですか、近況ですね、はい、前回そうだこのコーナー休みだったんですよ。ああなるほど、半太郎がいなかったんで、はい、そうですね、はい、兄さんの背中見ておいてください、はい、お願いします。こんなに働いてます。はい、天心半太郎の近況、3月5日、インスタグラムの自分のアカウント餃子チャンネルにおすすめの餃子の写真を投稿、うん、性欲が餃子に向かい始める、うん、ちょっとその時の投稿を読ませていただきますね、はい、まあ、その水餃子の写真を載せてる、はい、このコメントの方ですね。ギョギョギョサントンさん、ラストは桃色水餃子、うん、サントンというのは店の名前、はい、この色艶やか、そしてもっちり、これは色だけ、いえいえ風味が違います。目で楽しむ餃子もある、それを表してくれるこの餃子は最高だぎょー。ハッシュタグ餃子、ハッシュタグサントン、ハッシュタグ桃色水餃子、ハッシュタグ桃色ってセクシーよね、ハッシュタグセクギョいや、違うよ。やばないよ、これ。違う。え、これラジオで言う？いやいや、セクギョって言って。セクギョって言って、言っていいよ、別に。え、これ、はい、ハンタロウさんが。俺は乗っ取られてないです。いやいや、そうそう、分かってますよ。シラフのハンタロウ。いや、シラフのハンタロウ。北風小僧のハンタロウ。いやいやいや、ハンタロウじゃないですよ。ねえ。餃子のひだをもうそういう。いや、違うから。全然違うから。激ヤバくん。ヤバくんじゃないよ。いや、全然そっち向かってないから。桃色餃子。桃色ってセクシーよね。はい、セクギョ。セクギョ。ハッシュタグセクギョ。いや、いいかな。セクギョ。大丈夫これ。サバヤンの X より怖いかも。やばい。サバヤンの X の方が怖かったよ。ダオとか。おいちーとかや。こう、セクギョ。いや、お兄ちゃん。お兄ちゃん。お兄ちゃんいた。3月8日、はい、二丁拳銃川谷夫妻に誕生日を祝ってもらったことを X に投稿。すごい、ありがたい。ラフコントロール森木、ムームー大陸渡辺も来ていたと、うん、はい、その時の投稿です。先日二丁拳銃修二さん、野々村幸子さん夫妻に食事に誘われてお店に入ったら、まさかの誕生日サプライズパーティー、うん、先輩に誕生日パーティーをしかもサプライズでこんなにもやってもらうって僕の人生では前代未聞。めちゃくちゃ驚いてめちゃくちゃ嬉しかった。ラフコン森木もムームー大陸渡辺も来てくれました。あれでした。44歳頑張ります。マジで驚いたおー、驚いたおー、ちょ驚いたおー、先輩が祝ってくれてるんだけど、驚いたおー、ちょっと待って、驚いたおー、小さいおー、俺が、うん、俺がタバヤン、もうお前タバヤンが俺でちょっと書いてなくない、それ驚いたおーは書いてなくない、ちょっとこれまあ修二さん、いや野村さんのね、はい、優しさというの、優しさというか、これは、事前事業なのか、わからないですけど。本当に、全然サプライズね。個室入ったら飾ってくれてたんですよ。ハッピーバースデーって、店を内装を変えてくれて、そう。優しいな、本当に可愛がっていただいて。そう、本当にありがたいことに。はい。そう、野々村さんのことはそういう目で見てないってことね。いや、それは見てないです。何を言い出すの？ねえ、何を、旦那と嫁で、急に。僕の拳銃が、とか。僕の拳銃が火を吹きそうだの。ドラーンって言うか、言うか。毒舌キボンヌ。毒舌キボンヌ。いや、セクギョ？セクギョ関係ないだろ、これ。なあ。そんなことやばいですよ。そういうので言ってんだったらやめてください。違います。え、キモすぎやしねえか。いやいや、ここで出る。本当に、キモすぎやしねえか。さっきから後半。いや、だけやで。いくらなんでも。いくらなんでもじゃねえわ。キモすぎやしねえか。おい、トーン気つけろ。トーン気つけろ、リアルな。修二さん、ありがとうございます、本当に。可愛がっていただいてますけども。ありがたいです、本当に。本坊ガンジさんの近況です。3月になったので、ニンニクの畑に雪の上から、もみ殻くんたんを巻きに行きました。もみがらくんたんというのはですね、黒いので熱を持って雪を溶かしてくれるという、そういう炭です、うん、長靴の上からかんじきを履いて畑に行こうとしたら、お腹が痛い、かんじきを脱ぐのが面倒だと思っていたら、確定演出が入りました、うん、すぐに外に旅出して雪を一心不乱に掘ります。凍結防止のために水栓を止めているので、トイレの水を出すために水栓をまずは開かないといけません。地面まで掘ると水栓の蓋を閉め忘れていて、中に雪が入って凍っています。コンビニまで行ってカップラーメンを買うふりをしてお湯をもらってきました。ラーメンの汁を垂らすと雪が溶けてくれて水栓を開けることができました。コンビニでトイレ借りたらよかった。トイレに急いで駆け込むと
長い絵でした。ちょ、何やねん、これ。え、何これ何、何最後何トイレに駆け込むと、とても長い屁でした。ちょ、な、何これ、え、東京事変何何何最後、いや、何を言ってんのこれ、咳をしても一人みたいな。トイレに駆け込むと、とても長い屁でした。とにかくですね、あの、畑を作業してたらお腹痛くなったんで、はい、あ、もうトイレ間に合わないと。はい、もうだから自分の時の、自分っちの畑ですからね。はい、もうそこで、雪掘ってやろうと思ったら、はい、トイレの水のことを考えたら、これ、はい、赤、水の水栓あげなあかんと、はい。で、掘っていくと水栓は結局閉め忘れていたと、はい。で、雪が入ってもう凍っちゃったと、はい。で、コンビニまで移動してカップラーメンを買う。ふりをしてお湯をもらいました。ラーメン汁を垂らすとという、こう一回ラーメン作ってんのはどういう。なんで作ったんやろ。なんで作ったんやろ。で、それで、水産を開けることができたんですけど、はい、もうそもそもコンビニでトイレを借りたらよかったと。はい、トイレに駆け込むと、長い屁でした。わからんて。ということでした。名勝負。どこかやねん。名勝負なのら。ラ、ね、ラじゃないよ。どうでしょうかね。これはもう二人に判定していただきたいと思う。兄さんの背中、そして東京の兄さんの背中と山形の兄さんの尻を、はい、堪能していただいたと。はい。はい、それではどちらがこの世界に貢献しているのか判定お願いします。はい、優勝は、はい、本坊さん。優勝は本坊さん。シーズン1が終わりました。いやいや、はい、なんで最終戦やってる。優勝でした。いや、なんでやねん、はい、激しく同意、激しく同意です。ハゲドハゲドハゲドはすんな。なんでや。いや、いや、長い絵だったって。僕も、あの、長い絵だったことある、あったなぁ。あるあるな。あるあるな、これ。お腹痛いなぁ、はい、ね、はい。駅のトイレって長い。長い絵だったっていう時間あったんで。共感ですね。はい、共感できました。はい、共感の笑い。はい。あるやろ、別に共感の笑いなんて、はい、俺の方にも。セグ業だよ。セグ業はちょっと共感、共感。今、セグ業って言ってるけど、これ、親されてんの。されてるよ。別にとか言ってない。ないでしょ、それで。セグ業。いいじゃない、逆にだって。問題ない。いやー、ちょっと、本坊さんの勝ちということですね。はい。わー、すいません。悔しいなー。はい、悔しいですね。ちゃんと悔しい。何ね、ちゃんと悔しいね。一発の、一発の男の子なんだね、みたいに言うなよ。当たり前よ。ちゃんと悔しいやつ、働いてください。いや、働いてんねん。以上、今週の本坊感じでした。番組では皆さんからのメールをお待ちしております。宛先はすべて小文字で、寝言アットマーク tbs.co.jp。寝言のスペルは negoto。寝言です。番組ホームページや X のアカウントではスタジオの様子などの写真もアップしてます。連動キャンペーンも実施中。番組のアカウントをフォロー&リポストしてくれた方の中から抽選で毎週1名様にスカルプ D のシャンプー&コンディショナーボトルのセットプレゼント。今週は3月30日土曜までにリポストをお願いします。はい、そして川島明の寝言はポッドキャストでも配信されております。ラジコのタイムフリーとともにこちらもチェックしてください。影山のお二人、はい、いかがだったでしょうか。いや、もう今日も最高のスリルを。痺れたな、これは。つきましたね、本当に。味わっていただきました。はい。まあ、プラスで買えるという。いや、本当もう最高ですよ、ね、今日は。影山、増田、はい、これプラスです。4万7000円。すごい。ホームスピーカー。ホームスピーカー。でかいっす。めっちゃ人生変わるんです。これほんま生活変わるんで。いや、ありがとうございます。実家済みなんで。はい。もう、 うわ、もう家族から引っ張りだこれ。家族も全員使います。めっちゃでかしたって初めて言ってくれるよ。うわ、でかってくれや。ロビンマスクの仮面みたいに掲げて持って帰ってくれ。トランティスの。ちょっと待ってよ。親孝行なりましたね。はい。これは別にね、ありがとうっていう必要ないですから。薬入れなんて。いや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 。あ、いやいや、ちゃんと。それだって自分もリスクあったよ。まあ、そうっすね。いや、直渡しするから、その時にちゃんと。いやいやいや、はい、本社に。なんで入ったところにカウンターあるんで、そこで、あの、警備員さんの横に、パチンコ台があるんで。いやいやいや、昔のもんじゃないじゃろ。なんかリスナーの皆さん、僕には感謝しなくていいんで。川島さんもね、申し上げるから。リスナーの皆さんに、高級ホットプレートプレゼントということです。すごい、これは。また、スリル、サマーでお会いしましょう。うわ、四季で呼んでくれるんですか。そらそうです。サマースリルで。よっしゃ、お待ちしております。しっかり貯金されます、ね、来週も私の寝言にお付き合いくれ。貯金って言うとさ、なんか貯金って言うとなんかな、ちょっと違うんですよ。こうにくれてるから。そうそう、プレゼントをし合ってるだけだから、ね、プレゼントですね、はい、次のプレゼント考えておきます、うん、来週も私の寝言にお付き合いください。ここまでのお相手はキリンの川島明だと天心半太郎と影山正人タバヤンでした。 See you next シャンプー。
生活シーンに合わせてメガネを使い分けていますか？運転やスポーツ、パソコンや読書、あなたの毎日に寄り添って仕事も趣味も快適に。遠近両用メガネのご相談は創業100周年のメガネの板垣へ。メガネの板垣。菊池桃子です。突然ですが、自動車整備士ってご存知ですか？日本中の車を元気に安全に走らせるドライバーの皆さんのためにはなくてはならない、車のお医者様のようなお仕事です。自動車整備士のことは自動車整備振興会まで。頼りにしてます。 TBS ラジオ。お聞きの放送は FM90.5MHz、 AM954kHz、 TBS ラジオです。8時をお知らせします。